アインザッツグルッペン裁判の際のオイゲン・シュタイムレ。オイゲン・シュタイムレは、ナチス・ドイツの新兵隊の将校。アインザッツグルッペンの指揮官の一人。最終階級は、新兵隊大佐。ノイブラッハ出身。チュービンゲン大学やベルリン大学で、歴史学と外国語を学んだ後、教師となる。1932年に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党。 新衛隊の隊員となる。1936年4月に SD に配属され、1936年9月からシュトゥットガルトの SD 長官となる。1941年9月7日から12月10日にかけて、アインザッツグルッペン B に属する、ゾンダーコマンド 7A の隊長に任じられる。彼が、東部戦線で、 ゾンダーコマンド 7A を指揮している間、ゾンダーコマンド 7A は500人のユダヤ人を銃殺している。さらに1942年8月から1943年1月にかけて、アインザッツグループンシ C に属する、ゾンダーコマンド 4A の隊長となる。任務を終えて、ドイツへ帰国した後、国家保安本部6局 B 部部,部長に就任する。 1948年に、ニュルンベルク継続裁判の一つ、アインザッツグルッペン裁判にかけられた。はじめ死刑判決を受けたが、1951年に20年の懲役刑に減刑され、さらに1954年6月には釈放された。釈放後は、ビルヘルムスドルフの福音派の学校で、再び歴史の教師となった。1987年に、 同地で死去、ありがとうございます。